皆さんこんにちは。ジャーナリストの岩上康美です。本日は午後1時からスタートのところ15分遅れて大変申し訳ありません。大変混乱しておりました。フランスで同時多発テロ事件が起こりました。本日日本時間では午前6時未明のことですけれども、現地時間パリでは11月13日午後10時頃です。パリ中心部の劇場とか郊外の競技場などほぼ7カ所くらいで銃撃爆撃事件が起きたというふうに言われております。本日はですね、言論弾圧の犯罪を暴くというテーマで、元共同通信記者ジャーナリスト、そして同志社大学教授、地位保全のために今係争中ということですけれども、皆さんにはこのさまざまなですね、ご本で、おなじみのあの浅野健一さんだというふうに思っていただければもう間違いない、と思います。こういうご本がたくさんあります。こちらにもたくさん並んでおります。新刊書一番最近なのが安倍政権言論弾圧は犯罪、そして、この記者クラブ解体新書、このあたりを中心に、ジャーナリズムの世界の問題点、メディアのありよう、とりわけ権力とメディアの癒着の問題について本日お話をお伺いするつもりでした。同時にこの今テロ事件起きてますんで、入る情報も皆様にお伝えして、浅野さんとその点についても話を緊急的にではありますけれども伺っていきたいなというふうに思っております。ということで浅野さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。浅野先生とお呼びするのはなんかふさわしい気がするんですけど先生と呼ばないでくれと先ほどお願いしました。なんかあと喉をちょっと放射線治療をしましたね。そうですか。1年経ったんですけど声がちょっと、もっと本当はいい声なんですけど、もっと素敵なだと今日ちょっと、お聞き苦しい点があるかもしれないんですけど、はい、お許しください。わかりました。できるだけ頑張って、はい、話しますのであまりご無理なさらず、はい、パーポはできるだけそれならば私が読み上げるようにするなどしますので、はいはい、これをねラジオのように聞いてる方もいらっしゃるんですね。仕事をしながら家事をしながら、そうですね、そういう方のためにもできるだけこう、見るメディアでもありますから、見てる人はですねこのパワポで結構消化ができる、はいはい、だけれども耳で聞いてる人は全部読み上げないと意味がわからないというところもありますんで、くどいように話し続けるというところがあります。ご容赦いただければなというふうに思います。今日は大変光栄です。インディペンデントジャーナリストとしてですねこのメディアをこの間特に重要な時期にですね本当に、頑張っておられるので私もよく見させていただいてるんですけど、ありがとうございます、ね、今日は大変嬉しいです。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます、うん、大先輩からお褒めをいただいて今日よくしたところでさて痛ましいそしてさまざまな問題を我々がこの考えなければいけないニュースにちょっと参りたいと思うんですけど、同時多発テロが起こりました。これ今一方でですね、今ここ実はこのパワポ少なくとも7カ所ってなってますけど、これ直前たった今1分くらい前に3カ所と書かれてたのを7カ所に直しました。こういうですね、パリ連続銃撃事件があった場所って今分かってる限りではこのサンドニというところとかビシャ通りとか共和国広場、バタクラン、ボルテーロ大通り、シャロンヌ通り、バスティーユ韓国のある近くですね、ボーマルシェ大通り、ルーブル美術館などが近い、こういうところなんですけど、なんか土地勘とかありますか、行ったりしたことあったりますか。私あります、パリは好きなので。そうですね、ブラブラよくしますね。なんかピンとくることここからありますかね。パリを狙うというのは、ある種国際テロに訴えるっていう意味では、アピールとベリベンダー場所選んだんだろうと思うんですけど、ここまで何のためにやるのかなっていうのは、そうですね、大変不思議な気もしますね。もう誰がやったか分かりませんけど、そうですね、我々テロが起きたというと、テロに対するもう定型的な思考みたいなのがあって、テロなんだというふうに思って、もうそれ以上考えないんですけど、何のためにって考えるとこんなことをやったって効果的な、例えばこれが軍事の一環だとして、としてのテロだとしたら、どんな軍事的な効果があるのかというと、ないですよね。
もうそういう意味では大変あの不思議だなっていう気もします。2015年11月13日午後10時、繰り返しますが日本時間14日の午前6時、パリ中心部の劇場郊外の競技場近く少なくとも7カ所でほぼ同時に乱射爆発が起きたと、犯人は立てこもった劇場に治安部隊が突入、犯人が射殺しました。周到に計画された同時多発テロと。この辺りの立てこもりに対して治安部隊が早く突入するというのはシャルリエブドの事件の時の動き方をちょっと彷彿させますよね。非常事態宣言もオランダ首相もすでに出していますね。そうですね、もう気になりますね。気になりますね。ここはあの大変あのとりわけ日本人は注目するべきポイントで、非常事態宣言もしくは緊急事態宣言、これは全土に発令するわけですよね。全土に発生する、そして、治安機関のコントロール下に置かれるわけですけれども、これっていうのは安倍政権が来年夏のですね、参議院選、これに向けて準備をしていくと、この来年の参院選で3分の2の議席を改憲勢力で取って、その時には憲法改正をやる、自民党の改憲草案は、まあ、もう示してあるんで、その中でも分けても緊急事態条項を、わざわざね、これは言いましたね、国会で言いましたね、あの閉会中審査でも繰り返しその野望とかいうか野心を表明しましたね。加えて1万人集会というのを日本会議中心にやって、そこに、メッセージをですね寄せて、会見をすると、皆さん来年の夏の参院選もうスタート切ってますよ。最大の政治テーマ、日本にとっての最大の政治テーマは、あと 7,8 ヶ月後に行われるこの参院選、そうですね、そこで会見が、ね、発議になってしまうという問題ですよね。で、時事通信の世論調査で 47% の人は野党統一候補に何とか支持してないっていうデータが昨日ありましたよね。野党統一候補に支持してない、支持しないっていう、その野党統一を作ることについて評価しないっていうのが確か 47% もあって、時事通信って信用できない、まさに、まあ、特別なんか解説委員もいますね、田崎史郎さん、田崎史郎さん見てる限りそんなに信用受けないんですけどね。ただ時事通信全体はもちろん通信社として機能してるんでしょうから、そうですよね。ただ私よく時事通信に抗議するんですよ。このこういう肩書きで出てるけども、時事通信の意見というふうに思われるんじゃないかったら、いややめては、なんかそのあれは個人の意見ですっていうふうに時事通信の人に答えますけどね。なるほど、そうは思わないです、一般の人は ね、まあ、そういう意味では大変あの今危険な状態にあるなと。野党統一の候補、これはあの共産党が言った国民連合政府をですね、樹立を目指して、そして、この立憲主義を立て直す、それから安保法制を廃止すると、うん、2つ挙げてたんですけれども、1ヶ月半前に C さんにインタビューしたんですよね。されましたね。その時に、自民党の改憲草案が目前に来ていると、これの阻止ということは、この野党連合の目的とならないのかといったら、というふうに、まあ、意表をつかれたのかな、そうですね、すぐに反応がなかったんです。しかし、もうこれはですね、あらゆる人々、まあ、政治家だけじゃなくて、法律家や知識人や大学の教授、学生、この間あの安保法制反対運動非常にこうリードしてきた私立のような諸君、ママの会、大学者の会、先生も学者の会で ね、メンバーでもいるんですけど、みんな全ての人たちが考えなくちゃいけないことですよ ね、 あのもしこの組織ができなかったら、ね、言論の自由も集会結社の自由も何にもなくなっちゃ う、ね、ですから沖縄でやった方式でですね、ホール沖縄やればいいわけですよね。そうですね、それがあれができたんですから、しかし民主党はやる気がない、岡田執行部やる気がない、岡田本人やる気がない、岡田さん本人がやる気がない、そして右派に引きずられている、そうですね、で民主党はそれよりも解党しようというのが出てきました ね何ですかの解党および新党、何のための解党ですか ねよくわからないです ですね今の時期に言うそういうことを言うのことを ねやろうという非常にあの少なくとも民主党としてその C さんの提案にどうするかということをやればいいわけで、その回答してしまえばその議論もできないじゃないですかね。そうですね。で、まあ、向かってるのが枝さんたちとの、まあ、新党と、で枝前原
それから細野という三種はですね、その回答神道ということを愚信すると、まあ、発表したんですけど、それはまあ右派の方にですね引きずられていく神道を作ろうとしているようには見えないですね。そうですよね。でこの同時多発テロ銃撃爆発153人は現時点で分かっていると死亡が確認されております。オーラン大統領は非常事態を宣言、事態が沈静化するまで国境を閉鎖する。国境閉鎖、国境閉鎖ですよ。国境閉鎖ってこれって宣言協定も一旦停止ということなんですよね。ヨーロッパ自由に他の国から買い物にも行けないですかね。これそうよね。これ大変あの EU ヨーロッパの経済にも行き渡りますよね。フランス公共ラジオは劇場テロの実行犯らはアッラーアクバルと叫び、銃撃者との目撃証言を伝える。これで またイスラムフォビアというのは非常に強まるというか、イスラム嫌悪が強まる。そうですね、反イスラム感情が強まり、そして今ヨーロッパにはですね大量の難民、主としてリビア、シリア、イラクといったところから難民が押し寄せてきている、その人たちに対するこの同情感情と、逆にこの移民排斥感情とかがせめぎ合っているんですけどね、これはフランスではですね、極右と言われる国民先生が強いですから、国民先生マリルペンを有利にするんじゃないかなと思うんですけど、まあそうですね、私はこういう事件があるときに、まあ、誰が得する、どういう国やどういう勢力が得するのかなって考えると、なんかいろいろ複雑な思いがありますね。それは 9.11 以降全部そうなんですけども、そうですね。またこのフランスというところはあの大変注目される、特にパリを注目される都市だと世界に衝撃を与えうるだろうと。そうですね。実際僕のところにもですねメールやメッセージですね、あの知人からあの大変だって言ってきて、私の娘が今あのヨーロッパ旅行中だと、でもうすぐパリに入るんだと、どうしようかと、どうしようなんていう非常にあの身近な ね、 そうですよね。それぐらい世界中の人たち行き来して、まあ、あの愛されてる街ですよね。そういうところでこういうことが起きる、そしていろんな日常が機能停止する、非常事態、地球全体が非常事態になってるかのようなこのエモーションというか書き立てられていく、大変なことではないかなと、国境を自由に行き来できるような体制を EU は作ったんですけど、それがこんなことを巻き起こすんだという声が出てきますよね。まあ、こういうだけど事件の全ての起点はやっぱアメリカにありますよね。そうですね。あれはパレスチナの問題、はいはい、そして 9.11 以降のアフガン、イラクの侵略と占領、そこからこう展開がいろいろ始まっているわけで、私たちはそこをきちんと考えないといけないなと思いますね。あのちょっとイラク戦争は歴史と言ってしまうのはちょっと抵抗ありますけどね、そんなに昔のことじゃないだろうと、で若い人にとってはまあ確かにもう歴史の領域に入ってるかもしれない、でそれと地続きになってつながってきた911、そうしたことをまあ人つながりで考えていかないといけないですね。はい、はい、そしてフランス同時多発テロ、もう一枚あの緊急で入れたもんですけど、ニューヨークタイムズはツイッターアカウントで IS 支持者はカリフ国が国家を攻撃したと言われていると報じたと。だからまあ IS が犯行声明を出したということなんですけど、先日あのロシアの航空機がエジプトをまあ出発してこのロシアに向かうシナイ半島上空を通った時に墜落しました。この時もですね IS が自分たちが落としたと言ったんですけど、高度1万メートルの旅客機をロケットランチャーでね落とせるのか、落とせないだろう、いろいろありました。そしてロシアは慎重に事故の可能性があるという構えで攻撃的なコメントは出してなかったんですけど、なぜか米英がですね、この飛行機が爆破して落ちた可能性があるという、自分たちはそういう情報を傍受したとか言ってるんですね。でそれは事実だとしても、もう少し慎重に、当事者はロシアですし、第一にロシアから ね、そうですね、あの情報を手に入るわけですから、またそれを解析してから物事は何が起きたかということを発表しても良さそうだろうなものだろうに、あの拙速にですね、確かに早かったですね。はいですね。でしかもなんでそれ積極的ですね。積極的ですよね。IS のこの言ってることがこれと戦ってると言いながら彼らの発表をいつも裏打ちするようなことをね言うのか、
少しそこが懸念っていうか、なんか政治的にとかあるのかなと、というふうにね、こう勘ぐってしまうようなところがね、あるんですね。まあ勘ぐりすぎに、まあ、この仕事やってるとどんどんなっていっちゃうんですけど、ですが、まあ、あの確かにシリアをめぐって、米それからあの西側と、それからロシア、イラン、シリアのアサド政権、まあ、それからシーア派、そして今言ったこの欧米およびスンニ派の国々とが二次元に分かれて対立しているかのような、ね、構図に、ね、今なりつつあります。そういう中でこういうことが起きているのか、でもフランスを狙うというのは、フランスはシリアの宗主国でシリアに相当ちょっかい出している国なんですよね。なんでパリを狙うのかっていうのを、これをモスクワ狙ったっていうんだったら分かると言っちゃう、あのモスクワの人に失礼ですけど、あのあれですがね、今最も攻撃されてるのはロシアなんだからっていうのは分かるんですけど、そういう意味でもですね、意図が分かりにくいですよね。分かりですね。